さあ、来ました。今日は何ですか？あ、その上半身が全部丸見えだ。 Day 2。 今日は何ですか？今日は、雪がくれたブルーノのトースターです。トースターでこういうやつです。スチームベイクトースター、スチームが入ってます。ここでなんか説明書を見たら、ここで、はい、ここになんか水を入れるらしくて、スチームトースターができます。なんか普通のモードができて、なんかスチームモードができる。これコンベクションのはなんか中の空気を対流させますってなったけど、そうは今日、ここの簡単な方法の中で食パンスチームモードっていうやつがあったよ。これをやってみようかと。2枚作ります。朝がてら昼ご飯です。250度で3分間、これ温度調整。250度もいきます。で、ここ3分、これ3分で回せばいい。で、これをやるときはね、5ミリの水をここに入れます。5ミリは何か、どうやってやるのか、こういうやつが入ってます。ここに見えづらいけど、ここに5ミリって書いてあるね、はい、溝まで入れます。そして損はこういうやつです。食パン切っておく、バターを切っておきます。バターだけ、バターとシナモンシュガー。シナモンシュガーは家で結構やってみました。実家で結構食べた。さあ、やってみましょうか。開けます。先にやったいたからね、最初ちょっとあったかい。入れます。今ね、3分で回します。チクチク爆弾の音がします。今ね、すごくこれがね高いんだよ、あの場所が高いんだよ。孫の背より高いんだよ。これ孫の目線にこんな感じなんだよ。ほら、目と同じ高さ。こうなってます。スチームモードにしてなかった。スチームモードにします。全然見えないの、この階段光が。電気ジャンプケース、電気ジャンプケース。できれば三脚サルとかもやってみたいね。どうなんだろう。チンって音が出ますって書いてあったけど、どう出てくれるかな。
しばらく待ちます。腕が痛いんでここで聞きます。ジュワジュワジュワってなってるよ。バターがブクブクブクってなってる。バターをちょっとねこうスプレードしなかったかな。だから一箇所だけバターがあるのがちょっと心配多い。もうそろそろじゃない？お腹すいたんだけど今11時半12時です。何も食べてないです。お、終わった。おー、なりました。なり上がり。すごい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 、こういうやつが出た。すごい、たまんないもんち。食べます。わかった。実家で食っても砂糖めっちゃ入ってたわ。以上、トースターレビューでした。